にちは、ライです。今回ですね、こちら海賊祭スゴフェス謎属性強靭タイプピックアップということで、引いていこうかなと思っているんですけど、今回私だって引こうかというところなんですけど、まあ技属性と強靭タイプがピックアップされてますよということで、まあこちら開催情報を見させていただくんですけど、まあここの確率アップされているキャラっていうのに、こちらペルがいるんですよね。ペルーペル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 、まあ、ということでね、こちらペル、来ているということで、狙っていこうかなと。まあ、こちらのキャラね、いや、強いのよ。うん。未だに。もう結構経ってると思うんですけど、1、2年経つとは思うんですけど、いやー、未だに皆さん使ってますし、性能もね、かなり優秀な性能なんですよね。うん。まあ、かなり優秀かと。で、まあできればね、私も技属セーバー作ってるので、技属セーバーにちょっと入れてね、使いたいなっていう、キャラになってますので、うん、まあこのキャラちょっと欲しいなっていうところと、まあまああと普通にドルトンとかもまあ優秀な方かな。まあ相手即属セーバーだったらデバッグ効果もついていますし、ドルトンとかも欲しいなっていう。まあ技属セーバー作る上でね、やはりここら辺の海賊祭限定の技属性キャラっていうのは欲しいなって感じですかね。まああとこちらのバレットもまあそこそこ優秀なキャラなので、このキャラもちょっと狙いたいですし、ちょっと技属セーバー強くしたいですよね、自分的に。なので今言ったキャラとかがちょっと出てくれたらなっていうのと、あとまああとすごいやつ、超すごいやつの中にゾロがいるということで、ゾロ私まだ持っていないので、ゾロもこれを機にゲットできたらなと思ってます。で、まあ、あとは新キャラのこちらね、アバラピサルとか、サーファーウルフとかもいますので、まあ、ここら辺も当たれば、いいなということで、引いていきましょう。久しぶりの海賊祭、スゴフェス、引いていきましょう。さあ、いきます。はい。はい。ああ。終わります。来るか。ああ、まあまあまあ。まあでも全然まだペルの可能性はある。ペルの可能性はある。行こう。ペルで、もうペル来て終わろう。トン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 。まあまあまあ赤は来ないよね。ここからよ、問題は。さあ、ロビン。いや、海賊祭限定のキャラでもいいのよ。はい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 。3。チョッパー。4。嘘でしょ嘘でしょサーボール来た。そこまで欲しくはないけど、いや新キャラで久しぶりかも、こんな嬉しくないの。まあまあちょっと使ってみてですね、このキャラは。ちょっと今度使ってみます。さあ次行こう。よよいさあ続いて6はい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 、はい、銀とクリーク7。どうした、違う、これは違う。お前さあ、こういうのは良くないよ。減るね。ああ、ゾロ、久しぶりのゾロだ、かっけー。9。いや今ペルが見えたのに。10。ガー、お前も海賊祭限定だけど違くないか持ってるんだよな。さあラスト1枚